では今回は、フィギュアスケート世界選手権の日本代表選手男子シングルの選手について、はい、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは初めてのシニア世界選手権、はい、影山優真選手、はい、です。初めてって感じしないんだよね。そうなんだよ ね。そう、風格がすでにあるじゃん。初めてなんだって今言われて、そっかって。そうですよね、うん、私も言いながらよかった、初めてでよかったよなっていう感じ、うん、っていうぐらいにもう完全にシニアの選手っていう感じですよね。そうですね、ありますね、うん、確かにオーラがあるよね、うん、もうある、うん、ある。じゃあ、影山選手はこちらです。じゃん。10代らしい素顔とのギャップ。あ、かわいいっすよね。かわいいですよ。かわいいっすよね。そうなんですよ。かわいいんすよ、彼は。うん、もうも漏れてますもんね、そのお兄さん的な気持ちが。そう、大好き、大好きです。近しい人だとゆまちっていう風に言われてるんですけど、うん、本当にもう湯町って感じじゃないですか。鍵山優真、湯町、うん、かわいい。でも演技は湯町じゃない。そう、湯町じゃない。全然可愛くない演技する。もうモンスター級のジャンプ飛ぶし、かわいい、うん、インタビューとかしてると本当にこういつもこういう顔、わかります？わかるわかる。こういう顔してて、ここがこうフワーっとした顔をしてるんですけど、うん、演技が始まった途端表情が変わるっていうのと、うん、全日本の前とかももう完全に、あ、もうその羽生選手、宇野選手っていうところを憧れのこう先輩っていうんじゃなくて、うん、もうそこにも勝つぞっていう気持ちがすごく見えていて、うんうん、なんだこのこのギャップはっていう。もう燃えるものがすごいよね。 それが演技に出てるから、上に行くぞっていうところが見れる、うん、演技するからね。なんかこう若者らしいパッションみたいなのがこうありますよね、まあ、そこが今こう魅力でもあるし、うん、今しか出せない。そうそうそう、 今しか出せないから存分に出してほしい、うん、まだ可能性どうなるかわからない、どこまでいくのかわからない、その可能性が無限に広がってる中で追いかける立場としてこうスケートに臨んでる時っていうのはやっぱその時しか出せない色とかもあるんで、うん、なのでこうメラメラしてる鍵山選手の時と、陸に上がってニコニコしてる湯町の時とっていうギャップはもうすごいと思いますね。それこそ昔の羽生くん、シニアに上がりたての羽生くん、もうそれこそこうその時の魂の色と今の色ってまた違って、こう今しか見られない、まあスケートって全部そうなんですけど、この今のこのぶつかっていくところめっちゃ見てほしいです。そこをね、見てほしいですね。いや、いいね、ね、こう若いっていいねってなっちゃうよね。そう、うん、先輩のそのこれが鍵山優真だっていうのをこう世界にダーンってこう見せてほしい。確かに、あ、めっちゃ楽しみだね。そう、うん、技術的なところで言うと、お二人から見てここがやっぱりすごいなっていうのはどういうところですか？僕は足首ですね、うん、もうどんなところからでもジャンプ降りれるんじゃないかとか踏み切れるんじゃないかっていうような足首を持ってて、小田くんみを感じない？感じる。小田信成くんのような、彼もすごい足首が柔らかくてもうどっからでもジャンプ降りれるっていうタイプの人だったんですけど、すっごく有利だと思います、それは、うんうん、なんか安心して見てられるというか、うん、まあ、ちょっとこう軸がずれても降りてこれるんだろうなみたいな。そうですね、まあ、今かなたが言ったところ以外で言うと、うん、まあ、ジャンプで言うと回転のピッチに持っていくまでがすごい上手い。確かに、あんまりジャンプに無駄がない、ね、そう、うん、力んでる感がないとか、 なるべくしてなってるジャンプっていう感じなんですよね、うん、でもね、彼も結構ねそこも考えて飛んでると思う。いや、そう、結構ねだいぶ研究して、その生まれながらに持ってできたわけじゃないと思うんですよ、やっぱり、うん、若いのに頭使ってやってと思って、もう見えないところ、ね、自分何やってたんだろうって思うんだよね。本当それ思うとさ、いやごめん、俺はやってたよちゃんと。俺はちゃんとやってた、ね、めっちゃ結構研究してた。梶健は研究熱心のタイプだったから。梶健さんはプライベートもこう交流がある。なんかゲームをよく一緒に遊んでいて、うん、
まあ、夜ちょっとした時間とかにこう通話つなぎながらやっぱ可愛いっすね可愛い確かに、うん、それはこう どういう可愛さというか可愛いエピソードみたいなのありますか。可愛いエピソードゲームめっちゃうまいんですよ本当に、まあ、多分頭がいいんでしょうね、頭がいいんだと思うんですけど、でめっちゃうまいんですけど、こうなんかそれで失敗しちゃった時のなんか、うん、あはみたいな感じのこう可愛い一面を、で僕はそれをこう通話で聞きながらニヤニヤして可愛いなって気持ち悪い続いてはじゃじゃん、宇野昌磨選手です。はい、出ました。なんで俺を見るの。いやだってそうでしょ、翔馬くんって言ったらね。そうだね、まあ、でもそんな話せることもないけどね。まあね、それこそさ、翔馬くんなんかギャップって言ったらもうすごくない。いや分かんない、俺はもうギャップとすらは思ってないから。そのまんまかね。そのまんまだから逆にね。宇野選手は、はい、こちらです。じゃん、記者心をくすぐる選手。確かになんですよ。何を考えているかわからないっていうところがあるんですよね。いや、インタビューとか時々見たことあるんですけど、はい、面白いよね、うん、めっちゃなんかインタビュー受けるたんびに名言を残してるみたいな。そうある。何を言うかわからないっていうところが、うん、本当に面白くて、いろんな一面があるじゃないですか。この選手は一体どういう選手なんだろうっていうのが、うん、どれだけ取材してもわからないっていうところが、この記者心を、くすぐる選手だなっていうのを感じてるんですが、カジケンさんのその表情は。でも逆に、これはあくまで僕個人のあれですけど、はい、繕わないから、うん、だからこそなんだと思う。人間誰しもいろんな面があるじゃないですか、はい、けどやっぱりこうやってインタビューとかされちゃうとやっぱりこう取り繕って喋っちゃうじゃないですか。確かに、わかる。素で喋るから彼は多分だからいろんな面がもうこう見えるから面白いですよね、こう あのまんまですよ。本当にあのまんま、ね、本当にあのまんまですね。本当にそれ以上でもそれ以下でもなくて、別にその裏に何どう思ってるとか秘めたら思いとかじゃなくて、本当にああいう風に考えてるんですよ。あとこうスケートの面で言うと、まあ、表現力といったらこう簡単な言葉になってしまうんですけど、状態のこう使い方が魅力的な選手だなっていうのを感じていて、本当にこう体が伸びやかというか状態が伸びやかで、こう表情があるっていうか状態の表現にすごく表情があって、そこもまたこう日頃の宇野選手とはなんかどこでこの表現を覚えたんだろうみたいな感じに思うところがあって、あれはもう天性のものだと思いますね。宇野選手が小学校4年生かな、全日本ノービス B っていう、まあ全日本フィギュアのこう小学生版みたいなのがあるんですけれども、こう僕も一緒に出て、その時からこうちょっとした動作にも色気があるというか、やっぱ体の動かし方、表現の仕方っていうのが他の選手とはちょっと違いましたし、まあもちろんその努力っていうのもあると思うんですけど、こう持って生まれた才能だと僕は思ってますね。翔馬くんの体の使い方はもう多分誰にも真似できないぐらいな感じで、もう本当ね、うん、それはねもう持って生まれたものとしか言いようがないよね。そうそうそう、うん、けどジャンプとかに関しては苦労してた時もあったので、はい、彼は、うん、まあ、そういった技術的なジャンプとか、うん、そういったところに関しては多分本人も言ってると思うんですけど、なんかあまり才能はないんですみたいな感じで本人謙虚にこう言ってますけど、あながち間違いじゃないなって思ってて、やっぱそれだけこう本当に努力をしてる、うんうん、声場でも本当に努力してるってこう言い切れるぐらい努力をして、うんうん、今こういう4回転とか高難度ジャンプとかやってるんですよね。例えばトリプルアクセルとかもすごくこうジュニアの時からずっと苦労していて、うん、ずっとこう回転足りないままでもトライトライトライで、何年ぐらいだろう、もう3年ぐらいずっと飛べないみたいな、うん、まあ、結構辛口のメディアの人だったりとか、
こう感染してる人からは彼はジャンプ飛べないんじゃないかみたいなことも言われたりしてた時期もあったと思うんですけど、まあ、でも今こう蓋開けてみるともう幅がとんでもない超質の高いトリバクス飛んでますし、4回転もバンバン飛んでますし、本当に努力の才能の塊かなって思います。またなんかそのすごく努力してますっていう感じを見せないところもなんか、どうなんだ。でも翔馬の場合はまたちょっと違うのかもしれない。その努力はしてるんだけれども、それをこう、あ、自分努力してるとは思ってない。多分思ってない、多分本気で思ってないでしょうね。飛ぶためにはやらなきゃいけないんだから当たり前でしょっていう、そうしないと僕は飛べないんだからって思ってこうやってるから、こう、まあ、努力してますって見栄を張るじゃないですけども、多分そういうのが出てこない。やっぱそういう面がこう日々の多分記者の方たちのインタビューとかでもこう出てきて、なんだこの子はみたいな、面白いなって、それにつながってくる気がしますね。カジケンさんはこうあれですか、宇野選手ともこう はい、ゲームで一緒にやられたりとかしてるって。そうですね、もう昔からやってるよね。やってて、翔馬くんとやっぱり強いですか。まあこう僕の勝手なあれなんですけど、スケートはもう全然天と地の差があるぐらい、もう彼は本当トップの選手なんですけど、ゲームに関してはちょっとライバルだと思ってるんで、うまいとは言いたくないんですけど、まあうまいかなって思います。なるほど。結構最近も通信して一緒にやるとか。やってますね。そういう時ってもうスケートの話は全くせず、もうゲームの一周中。したことないです。こう試合とかで海外遠征とかあるじゃないですか。はい、こう通話しながら遊んでて。何時から遊ぼうよとか言ったら、え、僕今どこどこにいるから無理だわみたいな、あ、そっか今グランプリシリーズかとか世界選手権かみたいな、本当そういうぐらい、それが逆にこういい気分転換とかになってるのかもしれないですね。そうですね、彼としては多分どっちも本気なんだと思う。熱量に関しては多分本当に同じぐらい、ね、そうですよね、そうですよね。じゃあ続いて最後の男子代表選手、はいはい、羽生結弦選手です、はい、もうこう言うまでもないというか。そうなんですよ、もう本当にそうなんですよ、はい、実績とスケート見てください、以上ですっていう。羽生選手はこちらです。じゃん、わ、二次元のジャンプ、うん、です。はい、これはあの質っていう意味で本当にちょっとこ うもう別のところにいるなっていう感じが、うん、クラシックバレエでもこう回転技ってあるんですけど、はい、女性はもう空中では回らないのと、男性がまあ空中で回っても、舞台ではまあ大体2回転、はい、練習の時はまあ3回転する方もいる。なのでフィギュアスケートよりも全然回転数も少ない、こう美しさ重視というか、はい、そうですよね、はい、であんまりこう力でこうぐるぐる回るというよりは、うん、綺麗に回りましょ う、それはもうめちゃくちゃにクラシックバレーから感じます、はい、なので、まあ、フィギュアスケートはあくまでこうスポーツなので、そうですね、はい、それはもう全く別物である、うんうん、もうしょうがないというか、うんうん、別物だと思うんですけど、はい、羽生選手だけに関してはクラシックバレー的な美しさが、うんうん、ジャンプにあるなと思って、それがあの4回転でできてるっていうのは、うん、ちょっと異常なんじゃないかなっていう、うんうんうん、いやすごい、おっしゃる通りでございます。あとね、羽生くんのアクセル、トリプルアクセルはもう、はいはい、あのなんか違う名前つけた方がいいんじゃないかなっていうぐらいにいや本当にそれ、ね、トリプルアクセルは、はい、アクセルは本当に世界一だと、うんうん、俺も本当に思う、いや本当ですよ本当にこれは誇張抜きで、うん、本当にそう、まあ、全部教科書みたいに素晴らしいんだけども、特にアクセルがめちゃめちゃすごいですね。でやっぱりクラシックバレーって本当にそれこそ軸が絶対にぶれたらダメで、やっぱり舞台でやって芸術で作品じゃないですか。だからそれこそ本当にミスが許されないというか、スポーツはこう挑戦していってミスは点数を稼ぐことが目的だから、また違うけど、
やっぱりあれが求められてはいるんですけど、なかなかできないのに、はい、あれが毎回毎回同じようにできるっていうのは並大抵のことじゃないですね、うん、本当に。バレエだと私が回転をする上で大事だと思うのが、ポジションのまあ正確さ、はい、軸の細さ、うん、そのポジションに入るまでのスピード、はい、まあ、やっていた身からするとすごく大事だと思うんですけど、はい、羽生選手は本当にもうどれをとっても完璧というか、うん、飛び上がるその空中姿勢に入るまでその一瞬だけこうパワーを感じるんですけど、はい、その姿勢に入ったらもうあとは空中でそんなにこう何もしてないように見えるというか、うん、勝手にこう4回転回って降りてくるっていう感じに見えるので、うん、本当に美しいなっていう。でも本当にそうだよね、うん、それが理想とされてて、うんうん、スケートでも、まあ、上に上がるところのタイミングで瞬発的な力は必要ですけど、その後綺麗な軸に入れたら、うん、そのままこうクッと締まってればいいんですけど、ね、なかなかうまくそれがいかないんそうですね。こうなんかスケートのジャンプって、スケート全くやったことない人が、じゃあ2回転3回転4回転ちょっとやってみてくださいって言われたら、うん、こう普通の感覚だと、うん、もう早くグッて締めようみたいな、うん、こう早く回ろうとかあると思うんですけど、うん、こうスケートって本当にもともと円の軌道を描く、うん、それの組み合わせでスケートってできてるんですけど、うん、なんかそこがこううまく理にかなった時にこう初めて全てがうまくかっちりはまるんですね、うん、確かにそうですね。なのでこう針の穴にこう糸を通すような、うん、本当にそういう確かにタイミングの難しいところがあるんですけど、うん、ジャンプっていうのは、はい、そこがもう100点満点、うん、もう一切癖がなく、うん、お手本のような、うん、だから力まなくても、うん、理にかなったジャンプを飛ぶので飛べますし、うん、でそれプラスもう生まれ持ったこうしなやかさというか、うん、そういったものもこう噛み合わさって、うん、もうとんでもなくとんでもないねでも分かります。あのバレエダンサーの YouTuber の人とかも、うん、羽生選手のことをすごくベタ褒めしていて、うん、やっぱ、うん、クラシックバレエとかそう芸術面とかにすごく知識というか、うん、それ持ってる人から見ても美しく見えるっていうのはやっぱそういうことなんだろうなって思いますね、うん、そうですね。軸が細いですよね。とにかく細いですね、うん、中のこうインナーマッスルというか、うん、その部分が相当強くないと、うん、あれだけのスピードで軸に集めるって、うん、相当トレーニングとかしているんだろうなと思って、うんうん、あの軸の感覚味わってみたいですね。味わってみたいですよ ね、 ねめっちゃ気持ちよさそうじゃない、ね、ハマったらもうそ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 う、いや本当に生きるレジェンドなレジェンドですね、はい、この間 の、 あの全日本のフリーとかはもう、うん、いやあれちょっともうすごかったですよね。会場で見てて、うん、とんでもないことが起きたっていう感じ。羨ましいです。会場で生で見れたんですか、ね、いやめっちゃ羨ましいですもん。鳥肌立ちますよね、うん、でも そのプログラムフリー特にフリーについてもめちゃくちゃ言いたかったんですけども、はい、あれは世界でできるのは羽生くんしかいない本当に僕個人的に も、うん、もうここ数年で一番好きな、うん、プログラムになっちゃったぐらい、うんはいドハマリプロだったと思うんですよ。すごかったですね。なんかただ風で髪の毛がふわって流れるところでも、はい、なんか情景が思い浮かぶような、うん、そのなんていうんですかね、もう次元が違いましたよね、うん、羽生選手が言ってた言葉ですごくこう印象的な言葉があって、ピョンチャンが終わった後に記者からこうフィギュアスケートってこうスポーツと芸術のこう両立っていうところがあると思うんですけど、そのバランスをどう考えてますかっていう質問をされた時に、バランスどうこうっていうことではなくて、その芸術は絶対的な技術の上に成り立つものだからバランスとかっていう問題じゃないんですっていうことを言ってたことがあって、まあ本当にその通りだなっていうのを感じたんですけど、本当にそれを自分でこう体現してるというか、そう本当にそうです。でも本当技術の上にあるっていうのはもうまさしくその通りで、その表現をしたいけどできないことが
現役時代すごい感じることもいっぱいあって、はい、こうしたいのにこうできないって言ってもやっぱりそれは技術がなかったからで、はい、やっぱり技術をいかに磨いてこそ表現の幅が広がるか自分のしたい表現ができるかっていうのは本当にその通りで、はい、もうその言葉のまんまなんですけど。そうですよね。梶健さんはこうジュニア時代羽生選手とこう同じリンクで練習とか。一度だけ合宿を一緒にやったことがありまして、僕が中学1年生とかで、あの羽生選手が中学3年生とかの時で、まあ、中学1年生だったっていうのもあって、僕はこれからスケート頑張ってオリンピックとかを目指すんだみたいなっていう、こういう心意気でいたんですよ。そういう心意気でこう合宿に参加したんですけど、その時にこう初めて羽生選手の滑りを間近で見て、あ、オリンピック行く人ってこういう人かみたいな俺無理だわって悟った。そう、年上なんですけれども、はい、これじゃあ2年時間もらったとしてもここまで行くのはちょっと無理だわって諦めがつくぐらい、もう才能の片鱗みたいなものがあって、うんうんうん、今に始まったことではなくて、うん、生まれ持った才能と、とんでもない見えないところでもものすごく努力されてると思うんですけど、うん、それが掛け合わさって、確かにそれを積み重ねて今があるっていう、うん、でも努力の人であることは間違いないですもんね。そうですよね。考えられる、そんなオリンピック金取るためにとかじゃないんだよ、うん、もう取ってそこからこうオリンピック王者として負けてはならない、うん、そこからさらにレベルアップしなければならない、うん、で下からも若い世代が来てっていう重圧の中で、うん、考えられないですね。想像することすらおこがましいと思ってしまうぐらい、うん、とんでもないです。本当そうですね、うん。世界選手権代表男子シングルの選手のお話はここまでです、はい。次回はアイスダンスペアについてお話ししたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。